ね、来週はね、あのふぶきちゃんと、ふぶきちゃんとね、鬼滅の刃の映画見に行きますから。ふぶきちゃんにね、鬼滅の刃見たとか言って、じゃあ映画見に行ったって言って、いや、まだだよって言ったから、あ、じゃあ来週、鬼滅見に行きませんって言って。マジ全員で行きたい。これさ、みんなもそうじゃない？僕さ、あれなんだよね。鬼滅の刃を、の映画をみんなで見に行って、一人一人の感想を聞きたいんだよね。なんかね、アニメなんでもそう、自分が好きな作品をみんなに見てもらった感想を聞くのがもうめっちゃ好きで、だから僕は本当に何回でも見に行きたいし、みんなの、感想を聞きたい。スバルが怒ってた。あ、なんか見たよ。さっき朝起きてね、エゴサしてたら、なんか生スバルじゃないわ。スバルちゃんの配信タグで、つぶやいてる人が、おかゆんの鬼滅がうんぬんみたいな書いてて、あ、なんだろう、僕の話してくれてんのかなと思って見に行ったら、スバルちゃんが、おかゆがスバルに映画見ようって誘ってたのに、なんか、風紀先輩にも誘ってたみたいな。でもボタンとの雑談でおかゆは全員と鬼滅の刃の映画を見に行きたいって言ってて腑に落ちたって。そうだよ、僕はもう全員と見に行きたいんだよ、本当は。うん、そうなんですよ。そうそう。言ってたでしょ、昨日3人で行くのはダメなの。そう、結局なんかスケジュールが合えば3人で行きたいねみたいな風になった、結局。そうそうそう、結局合わなければ別々っていう感じになるかなって。ね、可愛いですね、まったく。スバルちゃんは本当にさ、なんかさ、おかゆはとかさ言うくせにさ、僕のこと大好きだよね、本当にさ。本当に僕のこと好きだよねとか言うと、何言ってんだとか言うけどさ、何言ってんだよかゆとか言うけど、もう本当に僕のこと好きだよね、もう分かった分かったって感じですよ。ええねえ、ほんとスバル僕のこと好きすぎ。ほんとツンデレだよね。ねえねえねえ。テニプリよりおかゆなんだろ。そうだよ、なんかね、スバルちゃんはさ、いや、おかゆの家に行くとさ、テニプリ見れるから、テニプリ見たいだけだよ、別に、みたいなさ、こと言ってるけどさ、はいはいって感じだよね。はいはいって感じ。僕もスバルちゃんのこと好きだよ。うん、安心していいよ。ねえ、本当に。まあ確かにね、家族の元を離れて一人暮らししてるからさ、ああ言ってはいるものの寂しいんでしょうね、どうせ。いいですよ、いつでも遊びに来ていいんですからね。スバルちゃん割とね、みんなの配信見てるからね、今は起きてなくて見てないかもだけど、どうせね、何時間かしたらね、この配信見てさ、次の朝スバルでさ、いや、おかゆああやって言ってたけど、本当にテニプリ見たいだけなんだよね、とかっていう弁明をするところまで見て、はいはいと言っときましょう、ここで。ねえ。そうだよ。そう、先手必勝。そうそう。そういうことだよ。そうそう。スバル見てる？そう、今は見てないかもだけどね。何時間かしたらね、どうせ見てるはずだから。